学生鎮痛薬のオピエートやオピオイドを指すが、法律上の用語として、法律で規制された薬物を指して用いられることもある、用語である。アメリカ合衆国やカナダの規制法によれば、オピオイドだけでなく、コカインや大麻を含む。日本ではさらに麻薬及び、厚生新薬取締法における、日本の法律上の麻薬の語が、それらとも異なって使用されている。 薬物全般は薬物を参照。国際的には向精神薬である LSD のような幻覚剤の多くは日本の法律上の麻薬であり、一方で、大麻は大麻取締法、覚醒剤は覚醒剤取締法が別個に規制する。従って、致死性、依存性の有無、身体的な離脱症状を生じる。身体的依存の有無、離脱症状が、 致命的となるか否かの異なった薬物が、その含有する意味合いにより異なって含まれてくる、そうした薬物の総称である。医師などによる適正な投与以外の使用は禁止されている。医療目的における用途は、鎮痛が多い。依存性や、致死性の高いアヘンや、コカインなどの麻薬は、国際協力の下で厳しく規制されている。従来、白人の植民地主義による、 アヘン売買が問題となり、1912年には、バンコクアヘン条約が交付された。条約に並行して、同種でより強力なバイエル社の医薬品ヘロインが出回ったが、これも1920年代には厳しく扱われる。1961年の麻薬に関する単一条約が、先の条約を引き継いだが、欧米で、再び密造のヘロインが流通し、 敵対勢力が生産したものだが、当のアメリカ合衆国の中央情報局が流通に関わり秘密資金としていることも明らかとされた。このようにして、1971年にアメリカのニクソン大統領が麻薬戦争を宣言した。規制されていることで多額の利益を上げるものとなっており、反政府勢力や私兵組織、 テロリストなどが生産に関わり、集団犯罪組織である、暴力団、黒社会、ギャング、マフィアなどが流通させ、重要な資金源となった。世界保健機関の用語集では、麻薬の語は混迷、混水、痛みに対する無感覚を誘発する、化学物質で、通常は、麻薬性鎮痛薬のオピエートやオピオイドを指すが、法律上の用語として、 他の薬物を指す場合があるため、より具体的な意味を持つオピオイドの用語を用いている。麻薬の語は、規制された薬物を指して用いられる場合もあり、アメリカ合衆国やカナダの規制法によれば、オピオイドだけでなく、コカインや大麻を含む。国際条約としての規制の根拠は、1961年の麻薬に関する単一条約である。 ナルコティックスの日本語の翻訳として麻薬が当てられた。ナルコティックスの訳語として麻薬の語が作られた。麻薬とも書くが1949年の東洋漢字制定以降は表記は麻薬に統一されている。歴史上かつ医学上の麻薬の定義で麻酔薬のアヘン類のことを指す。アヘン剤とはモルヒネ、ヘロイン、コデインなど、 消しの実から抽出されるアルカロイドを合成したオピオイド系の薬物のことである。混迷状態を引き起こす抑制薬であり、酩定、多幸感などをもたらす一方、強力な依存性があり、急速に耐性を形成し、身体的な離脱症状を生じる身体依存を形成する。とりわけ作用量と致死量が近い薬物で危険性が高い。 1912年のバンコクアヘン条約から1961年の麻薬に関する単一条約による麻薬の定義で医学的な定義に大麻とコカインを追加したものである。国際的な定義である。1912年のバンコクアヘン条約では、アヘンやモルヒネ、またコカイン、またこれらと同様の害薬を引き起こす物質を規制した。その後、 この条約が1925年に改定された時にアジアやアフリカなど大麻の使用習慣のある国が消極的であったがエジプトの提案でインド大麻も規制に追加された第二次世界大戦を経て国際連盟が解体し引き継ぐ国際連合による1961年の麻薬に関する単一条約によって同じような分類で麻薬、ナルコティックス 国際的な管理下に置かれた。さらに、後続の国際条約である1988年の麻薬及び抗生新薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の第1条 N 項において、麻薬とは1961年の条約にて指定されたものであると定義されている。大麻の鎮痛作用はモルヒネなどより弱いが、致死量は不明であり、 身体依存はなく、離脱症状も軽度であり、有害性の異なった薬物である。またコカインは、オピオイドや大麻とも異なり、興奮作用がある、精神刺激薬であるが、注射部位に、局所麻酔作用がある。日本の法律上の便宜による、麻薬及び、抗生神薬取締法における、麻薬の定義。まず、日本では、大麻は、 戦維産業があったことから1948年に別個に大麻取締法を制定しており戦後に乱用が問題となった覚醒剤類は覚醒剤取締法にて規制されている1970年には麻薬取締法に LSD を追加し日本の法律上の麻薬はほとんどが厳格剤になっているとされる日本では 抗生新薬に関する条約の不評愛のそのほとんどが厳格剤であるものを日本の法理上は麻薬としているということである。この背景を詳しく説明すると1961年の国際条約以降に乱用された薬物を規制するための1971年の抗生新薬に関する条約が登場した。LSD のような厳格剤や 覚醒剤やバルビツール酸系やベンゾジアゼピン系の抗不安睡眠薬が国際的な管理下に置かれた。抗生新薬に関する条約において医療的な価値がないとみなされた幻覚剤のような薬物は不評愛に、それ以外の覚醒剤や睡眠薬は危険性により不評通以下に指定されている。 後続する1988年の麻薬及び、厚生新薬の不正取引の防止に関する国際、連合条約の第1条 R 項において、厚生新薬とは1971年の条約の、不評愛から不評法までの物質であると定義されている。すべて、国際条約上は厚生新薬である。不評愛の物質は、欧州議会の報告書によれば、 次のように説明される。現在のところ医学的利用価値が認められず、公衆衛生に深刻な害を及ぼす危険性があるとされる薬物。日本では、不評通以下の医薬品については、大体は日本の法律上の抗生新薬として管理される。LSD には過剰摂取した際の致死量も不明で、また幻覚剤には強力内存性もなく、離脱症状はない。 脱法ドラッグのようなものは流通の後に日本の法律上の麻薬に指定され規制されることがある。つまり法的に規制される前は日本の法律上の麻薬には該当しない。欧米では MDMA を心的外傷後ストレス障害の治療薬として役立てようとする動きもあり治験が進行中である。薬物を指して麻薬とした例である。 薬物のうち、依存性や毒性、放棄性の有無などを問わず、脳内の神経伝達物質に作用し、明定、多好感、幻覚などをもたらすものを、俗に抗議の麻薬に含めることがある。記事、薬物を参照のこと。このような特徴を持つ薬物は、アルコールや睡眠薬のように、規制管理が異なる薬物も該当する。しかしながら、 アルコールや睡眠薬のような薬物は、上術のような麻薬とは異なり、致命的となる可能性のある、離脱症状を生じる、危険性がある。麻薬は、痛みに対する感覚を鈍らせる。そのため、モルヒネやコデインは、鎮痛剤として、医療の現場で処方される。麻薬性鎮痛剤として、モルヒネのような効果を持つメペリジニアメサドンが、開発されている。メサドンは、 ヘロイン依存症の痴漢治療として薬物から離脱するために利用される。薬物の研究者はこれらの鎮痛薬の作用基準を探る過程で麻薬に反応する脳内の受容体を発見した。脳内麻薬と呼ばれることもあるエンドルフィンは人体に存在する天然の鎮痛物質である。麻薬はエンドルフィンと同様の働きをしオピオイド受容体と結合することが 明らかになった。麻薬のアンタゴニストとして作用する薬物は、麻薬の作用を阻害し、乱用や過剰摂取の症状を逆転させる。こうして、アヘン剤とオピオイド受容体のアンタゴニストを、組み合わせることにより、副作用のない新しいタイプの鎮痛剤が作られるに、至った。麻薬の人体への摂取方法は、血液を経由して脳内へ。 薬物成分を送り込む方法がほとんどである。その手段として、そのまま飲む、蛍光摂取のほか、舌下する、粉末状の麻薬を歯茎に塗布する、粉末状の麻薬を鼻孔へ吸引し、鼻空粘膜から吸収する、直腸粘膜から吸収する、正規粘膜から吸収する、喫煙する、蒸気を吸引する、注射器による、静脈注射、筋肉注射、 などがある。経口摂取の場合、主に小腸から吸収され、肝臓で一旦解毒された後血液に混じるため、肝臓で分解される物質で直接脳内で作用させたい場合は、経口摂取以外の方法を取られる。種類により症状は様々であるが、ヘロイン、コカインなどの薬物では、薬物依存症に陥りやすく、また、依存症状が深刻になりやすい。 ヘロインには強い依存性があり、ニコチンと同等である。ヘロインでは深刻な病変や、機能低下を起こさないということを薬物禁止を支持する、ジェームズ・ Q ・ウィルソンでさえ認めており、禁断症状によって時々発生する、肉体的障害や、清潔でない注射針による、HIV ウイルスなど感染症の問題は、非合法化されていることに関係して考えられる。 タバコやアルコールの方が、回復不能な障害を与えやすい。しかし、オピオイドの過剰摂取による、死亡の多さは問題である。コカインのような精神刺激薬では、使用によって、妄想状態に陥り、精神刺激薬精神病となり、暴力を引き起こすこともある。ヘロインそれ、自体には使用者を犯罪に駆り立てるような効果はない。 暴力を強く促すことが判明しているのはアルコールである。暴力犯罪を抑制する最も効果的な方法は治療だと考えられている。薬物依存者は周囲の人間に発覚すること、逮捕されることを恐れるため事実をしばしば隠す。このため薬物依存症の患者として医療施設で治療が行われているのは患者群の一部に過ぎないと思われる。 コカインでは体制を獲得しやすいとともに逆体制の基準を持つために治療は長期化する傾向にある。また、過去の麻薬入手の経験により、一般市民より麻薬の入手が容易であるために、しばしば中断する。逮捕され、刑務所に収監されると、内部で麻薬関連犯罪で逮捕されたものと出会うことで、かえって、ドラッグ仲間ができてしまい、出所後に、 薬物の購入を持ちかけられたり、密売などの犯罪に誘われるケースもある。厳罰な政策を取り薬物使用を犯罪とみなす国がある一方、薬物による害と人権侵害を減らすことを目的として薬物に対して寛容な政策を取る国も存在する。20世紀には、ほとんどの国では法的に規制されており、許可なく製造、所持、 使用すると刑罰が課される。スリーランカ、マレーシア、シンガポール、中華人民共和国のように、アジア諸国には死刑を科す国も存在する。受刑者移送条約の否定決国で罪を犯した場合、日本より重い刑期を迎えることになる。しかし、麻薬依存者に対死刑罰を課しただけでは、薬物依存症から抜け出せないため、その治療のため入院したり、 刑法違反の類犯で刑務所に収監される人が後を絶たない。日本では医療刑務所に収監するケースも見られる。21世紀初頭に国際的に薬物依存者には刑罰よりも治療が必要だとする見解が主流となり2019年には国連の国際麻薬統制委員会は人権への配慮から死刑の廃止を求め軽微な犯罪には刑罰でなく 治療の可能性を言及するようになった。持続可能な開発のための2030アジェンダの目標として薬物規制条約に従いながら人権保護を最大化するために国連開発計画や世界保健機関は人権及び薬物政策に関する国際ガイドラインを出版し薬物使用者に対する差別や不当な交流の撤廃 科学的根拠に基づく予防や治療、個人的消費のための薬物所持や栽培の批判罪化といった推奨事項がまとめられている。1971年に国際的な麻薬戦争が開始され、世界の違法なアヘンの生産量は1971年の990トンから1989年の4200トンに増加し、2007年には、 国連は8800トンとなり最大生産量に達したと報告した。アメリカで1990年代の10年間でコカインの使用量は増加し、2008年の国連の調査でもコカの葉を生産するためのコロンビアの土地は根絶計画に反して劇的に拡大した。つまり、1990年代以降、麻薬戦争は 全面的に失敗であるという意見も増加してきたためである。ウルグアイでは2013年に大麻を合法化しているが薬物規制条約が製造や輸出入に対し犯罪とすることを要求しているということで国際麻薬統制委員会は協議を重ねてきている。2018年にカナダにおける大麻の合法化が続いた。 合法化を含む解説記事の米国における、非ーリョ大麻の批判罪化も参照。ポルトガルの薬物政策では、2001年に、すべての薬物を批判罪化して依存者を予防と治療に、専念することで、死亡者数と HIV 感染者数、特に10代の大麻使用を減少させてきた。2021年に、オレゴン州では、 全米発の薬物の非犯罪化のための手法が施行され、犯罪ではなく交通違反ギップのような罰金となり、薬物の使用によって犯罪化や差別を受けることから、保護し、治療へつなげることを支援する。ヘロイに 1g 以下、コカイン 2g 以下、メタンフェタミン 2g 以下、MDMA、エクスタシー 1g、または5錠未満、LSD を40使用単位未満。 白紙瓶 12g 未満は単に罰金となる。オランダの薬物政策のように大麻について、刑法上は違法となっているが所持、摂取に対しては刑を執行しない事例も見られる。オランダでは、薬物をソフトドラッグとハードドラッグに分類し、大麻をソフトドラッグとして定義して、ほぼ合法として扱い、許可を受けた店舗で合法的に販売している。これによって、 犯罪組織の収入源を奪い、あらゆる薬物を扱う密売人との接触機会をなくすことで、害が深刻なハードドラッグ類の蔓延を抑止する政策をとっており、実際にヘロイン使用者が減少し、大麻使用者も増加していないなど、一定の効果を上げている。チェコやスイスでも似たような薬物政策がある。大麻を参照のこと。21世紀初頭には、 タイは死刑を設け厳罰主義を貫いてきた一国であったが警察に殺害された人々は数千人にも上る一方で麻薬取引量は増加していったため2017年までには死刑は執行されないよう政策転換を図り社会復帰を目指す相談所や依存者の治療を始めているヘロインそれ 事態には使用者を犯罪に借り立てるような効果はなく、所持などが犯罪とされていることによって高額な薬物となり、そのため価格が高騰することが犯罪を引き起こす誘因となる。クリントン大統領時代の公衆衛生局長官のジョセリーニエルダースも暴力行為を減らすための薬物の合法化の検討を提案している。アメリカ医師会が合法化を勧告したこともあった。 アメリカにおける別の問題は1968年の約16万人の薬物検挙者が年々増加して2007年には180万人を超えたことである。麻薬使用者免許証。医療用の麻薬を用途に従い使用するための免許である。麻薬に携わる免許は、麻薬は麻薬及び抗生新薬取締法の各条文を参照のこと。麻薬及び 公正新薬取締法では、免許がないものに対して、法律上の麻薬の所持、譲渡、製造、医療目的以外の輸出入が、罰則付きで厳しく規制される。また麻薬は輸入、製造、製材時に封がされたまま麻薬使用者の元に届き、取引数量は使用されなかった、分の廃棄に至るまで数量が厳しく管理される。 モルヒネ等の原料となるアヘンはアヘン法により、取引は国の独占とされ、その元となる消しの栽培も国の厳しい管理下に置かれる。なお繊維など、麻薬以外の用途を有する大麻は、大麻取締法によって規制が行われている。また薬物を規制する法律のうち、大麻取締法のみが医薬品としての使用を禁止しており、 昨今欧米で薬効が注目されている医療大麻として法規制の見直しを唱える国内団体も存在する。デザイナードラッグとは法律で麻薬に指定されている化学物質と化学式が非常によく似ているが厳密には指定されていない薬物である。こうした脱法ドラッグの流通が日本において社会問題となっている。一方、 こうした薬物に対して、麻薬及び、抗生新薬取締法に基づき、精霊により麻薬指定を進めてはいるものの、指定が化学物質名であることから指定が、ごてごてになりがちである。また作用が似ていても、科学的構造が少しでも異なれば、法で取り締まることはできず、麻薬に指定しても次々と、新しい物質が作られるという、いたちごっこが続いている。 しかし危険性は違法な麻薬に準じるものと考えられ、実際に健康被害や死亡例の報告もある。国や自治体により麻薬に類似した作用を起こす物質を特定し、似た化学物質と化学式を持つ薬物を一括して違法だと指定するなどの法対策が取られている。合成化学研究の障害になるとか、工知が困難になるため、 知らずに扱った人が罪に問われかねないなど、問題点もあり、解決には至っていない。日本では、麻薬の原料となり得る特定種の消しの栽培については、モルヒネコデイン等の安定供給に資するため、アヘム法により厚生労働省の委託を受けた、特定農家での栽培並びに、学術研究用途に限られ、無許可の栽培は罰せられる。 アヘンを採取しゆる用途での栽培は、毎年定められた栽培区域及び栽培面積の中において栽培地及び栽培面積並びにアヘンの乾燥場及び保管場を定め、厚生労働大臣の許可を受けた上で栽培が許される。またアヘンを採取しない学術研究用途における展示目的の栽培などにおいては栽培地及び 栽培面積を定めて、厚生労働大臣の許可を受けた上で栽培が許される。したがって、許可を受けずに消しを栽培する行為は違法である。アヘンを採取可能な消しの栽培には、消しの実からアヘンが第三者の手に渡らないよう厳重に囲い施錠した工作地が必要である。さらにアヘン採取目的での栽培は、 ケシの実からかき取った生アヘンを乾燥させる場所やできたアヘンの保管庫にも厳重な施錠管理が必要であることから国産のアヘンは細々と栽培されるにとどまりアヘンの需要の大半をインドからの輸入に頼っているまたアヘン採取を目的としない栽培についても植物園の他は研究農場にとどまっている黄金の三角地帯黄金の三角地帯とは アヘンの原料であるケしが、タイラオスミャンマーの山岳地帯で多く栽培されていることによる故障である。ただし、現在は、麻薬の生産はほぼ、ミャンマーに限られている。ミャンマーでは、麻薬をオんク探し切っていたことで有名なように、様々な政治勢力が、ドラッグビジネスと関わり合いを持っている。黄金の三日月地帯は、黄金の三角地帯と並ぶ。 世界最大の麻薬及び覚醒剤密造地帯。アフガニスタン、パキスタン、イランの国境が交錯している。この故障のゆえんは、アフガニスタン東部のジャラーラーバードから南部のカンダハールを経由し、南西部のザランジ地方に至る国境地帯が三日月型をしているため。アヘン戦争は、真の林即助がイギリスによるアヘンの輸入を禁じ、アヘンを没収し、 廃棄処分したことを口実に起こされた戦争。1840年より2年間。1889年に、ドイツで商品名ヘロインで発売され、モルヒネに代わる、依存のない万能薬のように国際的に宣伝され、アメリカでは1924年に乗用者、推定20万人とされた。1912年のバンコクアフェン条約で規制され、 第一次世界大戦後に各国が条約に批准した。ドイツで1921年、アメリカで1924年に医薬品の指定がなくなると、後に非合法に流通するようになった。ベトナム戦争では、名王族を支援するために、アメリカ中央情報局が市場へのアヘン運搬を支援したが、これが高純度のヘロインとなって、中流兵の手に渡った。 アメリカで1971年麻薬患者が推定56万人となり、ニクソン大統領が薬物に対する戦いを宣戦布告する。アメリカ合衆国がベトナム戦争当時、アメリカ軍兵士に対して士気を高めるためにコカイン摂取を極秘に認めていた。当時ベトナムに駐留していたアメリカ軍兵士の40%がコカイン摂取をしていたとされる。 現在でも航空機パイロットにアンフェタミン錠剤などを配布していると言われる。コロンビアで1970年代後半からアメリカ合衆国向けに密輸するコカイン栽培が急増した。アメリカ合衆国で1960年代後半からコカイン摂取がブームになったことがきっかけだった。コロンビアでコカイン生産を行ったのはアンデス山中の大都市で動いていた。 犯罪組織メデジンカルテルだった。その後犯罪組織はコロンビア国家の政治、経済も支配するようになり、コカイン栽培が国家産業の一つにまで発展した。ミャンマーにおいては、主としてシャン州周辺で古くから栽培されており、同州にはミャンマーからの分離独立を施行する少数、民族が多く存在すること、1960年代以降の いわゆるビルマ式社会主義によってミャンマー経済が慢性的な停滞に陥り多くの人材が麻薬産業に流入したこと、シャン州から主要な市場であるタイや中国に比較的近距離であること、60年代以降のミャンマー政府が国際的に孤立主義の傾向を取り続けたことなどから消し栽培を中心とする麻薬産業が急速に発達した。 少量の生産販売で多額の利益が得られること、多くの麻薬植物は容易に栽培が可能であることから、多くの国の反政府ゲリラや民兵組織が資金源として麻薬産業を保有することが多い。また、同様の理由で、かつ、中央政府の支配力が及ばないことから貧しい農家が、 究極の監禁作物として、麻薬植物を栽培するケースも多く、アフガニスタンや内戦当時のレバノンベッカー高原などでは盛んに麻薬植物が栽培されている。2012年の第67回国連総会では、メキシコ、コロンビア、グアテマラといったラテンアメリカ諸国の大統領は、薬物の流通を制限するという証拠は乏しく、暴力につながる。 こうした政策の変更を提案した。メキシコでは、カルデロンの任期中6年間に、薬物に関連した暴力により死者は6万人を上回り、コロンビアでは撲滅運動に関わらず以前として、コカインの世界最大の生産地の一つである。2013年の国連の薬物、乱用防止令において、法の支配は一部の手段でしかなく、罰することが、 解決策ではないという研究が進んでおり、健康への負担や収益者を減らすという目標に沿って、人権や公衆衛生、また科学に基づく予防と治療の手段が必要とされ、このために2014年には高度な見直しを開始することに言及し、加盟国にはあらゆる手段を考慮し、開かれた議論を行うことを強く推奨している。2017年10月には、 アメリカで処方されたオピオイドに橋を発する過剰摂取史のうなぎのぼりによってトランプ大統領は公衆衛生の非常事態を宣言した。10月中旬にはトランプ大統領が麻薬問題担当長官に指名した共和党のトム・マリーノがオピオイドの取り締まり弱体化させる法案を進めていたことで指名事態となりオピオイドを蔓延させた。 製薬会社への捜査の声も高まった。およそ一週間後には、オピオイドのフェンタニルを過剰に売り込んだ、インシスセラピューティクス社の最高経営責任者らが、逮捕され、医師や薬剤師に、リベートや賄賂を渡して売り込んでおり、FBI の捜査官はオピオイドをがんでもない患者に、売りつけるのは密売人と変わらないと非難した。また、中国で密造された、ほとんどが、 フェンタニル誘導体である合成オピオイドも新たな脅威となってきた。幻覚性植物を聖なる植物とし、信仰の対象にしている宗教もある。米国のネイティブアメリカンチャーチのペヨーテや、ブラジルのアヤワスカを使うカトリック系教会、ジャマイカのラスタファリ運動における大麻、西アフリカ、ガボンの VT 教、瞑想のために大麻樹脂を吸う芝派のヒンドゥー教修行者などがある。 宗教儀式における幻覚性植物の使用はコミュニティ内の連帯を高める役割も果たしている。2006年アメリカ合衆国最高裁判所は規制薬物の宗教上の使用を認める判決を出している。人類と抗生申請作用のある植物との関係は遥か昔まで遡ることができる。世界各地に見られるシャーマニズムの儀式では 夜間に少人数で集まり、明かりを消した小屋の中や野外で焚き火を囲み、幻覚性植物を摂取する。シャーマンは歌を歌い、祈りを捧げたりドラムを叩いたりしながら、病気の治療をしたり、神や精霊と交信し重要な決定をしたり予言をしたりする。メキシコ、マサテク族のマジックマッシュルーム、アメリカンチャーチのペオーテ、アンデス地方のサンペドロサボテン。 アマゾンのアヤワスカや、西アフリカのイボがシベリアのベニテングタケなどがある。中世、ヨーロッパや古代インドでは、専門性の植物ベラドンナやダチュラが、儀式的に使用されていた。コロンビアやペルー、ボリビアに住む、先住民インディオや労働者は、コカインの原料であるコカの葉を興奮剤として、日常的に噛んだり、お茶にして飲んでいる。東南アジア、東。 アフリカ、中東においても、興奮作用のある植物を嗜好品として摂取する習慣がある。消し栽培をする台北部やラオスに住む少数民族の中には、アヘン中毒に陥っているものも少なくない。定義に、3に該当する麻薬 LSD は、1960年代後半に、欧米を中心に爆発的に広まり、ヒッピームーブメントを生み出した。 音楽、文学、映像、絵画、ファッションなどに大きな影響を与え、ベトナム戦争の反戦運動や精神世界、東洋哲学、エコロジーなどへの関心を集めた。中心人物として、元ハーバード大学教授のティモシー・リアリーや、各校の巣の上でを書いた、ケンキー・ジーなどが挙げられる。古くから存在する、社会問題として隣接する、 覚醒剤や有機溶剤、幻覚剤などとともに、様々なジャンルで取り上げられることが多い。また、政治問題や、国際関係、あるいは貧困や家庭問題、青少年問題といった他のトラブルとも容易に、結びつきやすい問題であるため、これらと付随して取り扱われることがほとんどである。なお、アメリカ合衆国では、違法薬物を使用する描写がある、映画作品は、 レーティングによって R-18 指定となる。例えば、地獄の目視録は、作品中に登場人物が大麻を吸引するシーンがあることから、R-18 指定となっている。ありがとうございます。